特別番組エリンギヘッドのミサイル発射を語る。はい、ということで本日のゲストもケント・ギルバートさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのハウマッチの件じゃなくてこの本のことを言わなきゃいけなかったんですけど、 あの4万部超えということでおめでとうございます、はい、大変よく売れてる、順調に売れてます。 ありがとうございます。すごいですね、はい、私 あの習近平本もねやっと3万2000部でちょっと追いついた感じですけども、いやもうケントさんの本はさすがですね。同じ講談社プラスアルファ新書のね、レーナーの儒教本は40万部ですからね、はい、私の本43万部、すごい。私の本11万部なんで4倍ぐらい売れてるさすがですね。さすがですね。ハウマッチのパワーはやっぱすごいですね。ハウマッチ見てる方でしたから本当にね。ありがとうございます。本当に。いやで今回まあこの本でね、まあ、あのちょっといろいろ語ってるテーマとは別でですね、はい、あのむしろ講談社の本のテーマになっちゃうかもしれないですが、はい、北朝鮮問題、はい、まあちょっとエリンゲヘッドがねアメリカの独立記念日に打ってきましたね、はい、これどうなアメリカではどういうふうなあの捉え方されてるんですかね皆さんね。ね、かなり北朝鮮に対しての、はい、あの何ですかね、意見が、はい、あの反対になってきてます、ね、あ厳しくなってきて、厳しくなってきてます。あの、はい、特にあの、拘束されていた彼が戻ってきて、はい、間もなく死んでしまった、はい、あれが大きいですね。やっぱそうですか。それで ICBM を今度は打ち上げたでしょ、はい、最初は中間距離だけじゃないのかって、でもよく見たらやっぱり ICBM だと、はい、これはもう本当に、はい、これで赤い線を超えたって言ってるんですよね。レッドラインを超えたと。なるほど。これはどうなんでしょう、赤い線を超えたら 何かするってトランプ大統領は言ってましたけど、はい、じゃあ何をするのかなって皆さんも考えてるんですね。ですね、まあうん、もう あのあれじゃないですか、夏のエリンギ狩りを始めるじゃないですかね、エリンギヘッド君ね、うん、分かんないんですけど、ね、まあ、空母がまた行っちゃうでしょうね。あ、威嚇措置そうですね、はい、あれね、あれ海上完全たる海上封鎖はできないんですか ね、 あのね、海上封鎖をしてもあのチャイナの国境から入ってきちゃうんですよね。でそこの、はい、そこの燃料のパイプラインを爆撃して終わりにする。あ、まあ、それがねどうも地下にあるらしくて、はい、あの MOAB、 モアブ爆弾、すべての爆弾の母、はいはい、もしくは、まあ、バンカーバスターみたいなもので、はい、まあ、破壊することはできると思いますね、うん、はい、はい、まあ、やりかねないですね、アメリカ軍ならどこに取ってるかもうバレてるでしょうからね、さすがに。それで結局ロシアからの定期船の船フェリーが、はい、あの走ってるんですけど、はい、あれマンギョンボン号です、ま、あれはやっぱり赤字路線になってますけど、ね、あ、あの、うん、何をやったらいいんでしょうね。まあ、一応そのやることっていうのは最終的にやっぱりあの金正恩はアホで言うこと聞かないわけですから、もう物理的にもう屈服させるしかないと私は思うんですよね、うんうん、そうすると、まあ、かなり大きな軍事作戦をやる必要があるかなというふうに思うんですよね。そうするとまあ平壌爆撃とか、それからまあ国境地帯 の、 まあそのソウル向いてる河口も一気に粉砕して、でなおかつまああのバンカーバスターみたいなものを使ってまあ斬首作戦ですよね、うん、キム・ジョンウンはねもう殺されるんじゃないかと思ってビビってるらしくて、酒の量が2倍に増えてるらしいですよ、うん、おーおーおー、はい、あーそうか、酔っ払いの恋なんだこれ。そうです、そうです、そういうことだ。そうです、はい、それで片付けましょういや逆に酒を禁止しましょう、酒を禁止、そしたら正常になるかもしれない。ああ、まあでもね、本当にその今その北朝鮮はもう本当にその着実にその ICBM と核弾頭の開発っていうのステップを進んでて、おそらくまあ今回ICBM だと彼らが発表したということは今度核実験やるんじゃないですかね、近々ね。核実験をやったらもうさすがにこれはあのアメリカは動くと思いますよ、かなり。ああ、なるほど。でもだけど、そうですね、ソウルが火の海になっても仕方ないんでね。まあ、その前にアメリカ人避難しなきゃいけない、ね、一番いいのはね、はい、そういう特殊部隊がどうにかして入っていって、はい、彼を拉致して連れて帰るという、はい、あるいは、まあ、殺すって、殺すのはちょっとあれだけど、まあ、必要であれば殺すという、まあ、あの地下ね150メートルぐらいのところにこもってるらしいんですよね、うん、あ、そしたらそこの、ね、換気扇を止めればいいんだ。ああ、そうです、そうです。だからその失速させるとか。施設ごとなんかあの中に潜ってく核爆弾があるので、はい、N61 って言ったかな、はい、なんかそういう爆弾があって、で150メートルぐらい貫通してですね、中で核爆発を起こすので、まあ、あの仮に生き残ったとしても生き埋めみたいなことはできると思いますけどね。まあ、戦争にしたくないんですけどね。はい、ですけどアメリカに届く ICBM が開発されるということは、はい、もうアメリカは絶対許せない、許せないですよね、許せない、
絶対許せないって言ってもね、結局許してしまうことになるんですかね。いやーどうでしょう。ただあのパキスタンとインドが核開発しましたけど、あれはお互いの国を、まあ、中距離弾道ミサイルで狙い合って、はい、アメリカを攻撃する意図は全くないですから、あれとはちょっと事情が違いますよね。違いますね。でイランの核開発は、まあそのね、アンブレイカブルアライズであるイスラエルを狙っているので、これは許さんと、はいはい、いうことですよね。それ止めましたよね。そうですね。とりあえずね、はい、で北朝鮮に関してはもうこれはもうアメリカ直で狙う核弾頭付きのミサイル、うんはいね、しかも大陸間弾のミサイルで、うん、なかなか撃ち落とすのも難しいということになれば、これはもうやるしかないですよね。アメリカの国民を守ってアメリカファーストって言って選挙を取った人が、うんうん、これを無視してオバマみたいなことやったら、まあ、何やってんだって、うんうん、当然アメリカの世論はなると思うんですけど、どうなんでしょうね。どうなるかね。アメリカの国民はですね、はい、戦争があまり好きじゃないんですよ。実を言うとアメリカのマスコミは戦争が大好きなんですよ。あこれはやっぱりね、はい、視聴率と金になるんだ。なるほど。だからね、あのマスコミは戦争になってほしいんじゃないの。あもしかしたら、むしろ CNN だからそういう、なんか そういう態度が見当たりません。あ確かに煽ってますね、ちょっとね。煽ってますでしょ。煽ってますでしょうけれども、国民はちょっと待ったっていう言ってますよね。なるほどね。で一つ忘れてはいけないのは、はい、朝鮮半島を守るために3万人近くのアメリカ人は死んでますからね。うん、昔朝鮮戦争の時に ね、 そうですね。それも忘れてはならないんですよ。だから退役軍人の皆さんは、はい、複雑な気持ちになってるんですよね。なるほどね。まあでもやるとなったら、まあ、おそらく、まあ、地上軍の投入まではいかないにしても相当大規模な作戦をしないと、まあ、あの核開発は止められないですよね。一気にやらないとダメ。一気にやらないとダメですね、はいはいはい、ちょっとでも生き残ってたらそれであいつら撃ってきますからね、はいはい。でこういう時に国連の安保理全く役に立たないな。確かに。おそらく今度また決議がされるでしょうけど、ね、はい、中国が、はい、あのやる気ないです。やる気ないですよね、はい、全くやる気ないです。やる気ないですね、はい、で中国にでも向けてますからね。ああそうですね、はい、それを脅威に思わないんですか。まあだからあれは、まあ、これは一説によるとなんですけど、その習近平と対抗する連中がいるわけです。まあ、江沢民とかそれに人気のかかった軍人で、はいはいはい、でそいつらの、まあ、メインがあの北朝鮮と国境を接しているあの旧瀋陽のあたりの瀋陽軍区ですね、はい、今北部戦区って言うんですけど、はい、これが、まあ、メインだと。で習近平がこいつらをコントロールできないので、結局その、まあ、いろんな経済制裁しろと言っても、まあ、要はあんまり強く言うとこいつらと派閥争いが激化して、はい、で9月が要は共産党大会で、はい、いろいろ丸く収めなきゃいけないので、はい、これ対立しちゃうとまずいので、それで結局習近平は何もできないと。で100日間待ってくれと、うん、トランプさんに大見え切ったらしいんですけど、習近平、うん、結局何もできなくて、うん、お前何ができるんだってことで今かなりアメリカ頭にきて、もう台湾に武器売ってやるとか、うんうん、高校の自由作戦第2回もやるぞとか言ってすっごい圧力かけてますよね、うん、ケツをもうあの引っ張られてるような今感じですけど、それでも動けないんじゃないですかね。ちょっと9月まで待てるかな。いやこれね、8月までが限界なんじゃないかっていう意見もあります。そんな感じがしますね。ああの8月早々にやるとね、はい、だいたい、在韓国、はい、米軍の家族がみんな夏休みでアメリカに帰ってますからね。あそうすると脱出作戦が非常にやりやすくなりますね。なるほどね。学校もやってないし。そうですね、夏休みですから、ね、あもうそろそろだってアメリカの学校は夏休みですよね。夏休み4月のもう1週目にはもう6月の2週目からもぐらい。そうですよね、多いですよね。うちの息子の家族みんな消えてます、ね、はい。私もあの向こうで高校行ってましたけど、独立記念日の時も夏休みであの花火見ましたもん、はい、近所のパークで。そう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 、はい、そうですよね。もう今頃もうみんな休みですね。6月でどんなに遅くても6月2週目からは夏休みになって、はい、うん、で8月の半ばもしくは長いところは9月の初めまで夏休みだったり、そうですね、はい、ニュージャージーは9月の初めまで夏休みでした、うん、はい、あれなんでそうなったか知ってます、はい、あ知らない知らない。それね、簡単な理由があるんですよ、アメリカは農業国家でしょ、ですから、はい、あの農業のお手伝いができる。あその期間、ね、子供たちが農繁期、はい、なるほど。ですからだから6月2週目から6、7、8月は農業の仕事で家族が忙しいので、はい、子供はとても学校に行けないんですよね。なるほどね。で実を言うとね、僕の父親は、はい、大きな農家の、10人子供末っ子なんですけども、はい、他の、お姉さんが7人でですね、はい、でお兄さんたちはどっか独立してお父さんが倒れたわけですよ、はい、そうすると彼13歳ぐらいの時から大きなコンバインを使って、もうねあの彼が言うんですけども、はい、朝最初に
エンジンを始めるというのは、はい、もうそこら中聞こえるんですよ。浸透してるから、ね、誰よりも早く始めてたんです。で1日中それやってるんですよ、はい、それだからね、あのまともに学校に行ってるのはね、はい、その中学校高校時代には3ヶ月ぐらいしか行ってないんだって、はい、毎年農閑期の時ですね、うん、で彼がその仕事をしなければいけない。それでもね、飛び級をして、ちゃんといい成績で出てますけどね。すごいですね、努力家なんですね、まあ、そういう学校は学校でもね、家族の事情があったもんですから、昔はね。ところが今はですね、そういう必要性は全然なくなりましたので、はい、子どもたちが触れない機会になっちゃいましたから、ね、あ、なるほどね。それで 場合によっては、はい、もう8月の中旬から、はい、うちの長男の子どもたちは8月の10日ぐらいからもう学校が始まっちゃいましたね。あ、そうなんですか。はい、あ、ニュージャージーはね、あの逆にあの6月の、ね、3週目ぐらいが多分終わりで、はい、最後テストがあるじゃないですか、はい、で3週目ぐらいでグレードが出て7月入る直前ぐらいからお休みが始まって、うん、で独立記念日はみんなお休みで、あのその近所の、ね、はい、パークで花火打ち上げるのを見て、それから僕は日本に帰国したんですけど、はいはい、せっかくアメリカ行ったから帰りにロサンゼルスよってことで、その友達の親戚に行って1週間ぐらい遊んでから帰ってきたんですけど、はい、そんな感じですよね。そうするとじゃあ9月からですか、はい、そうですね。で9月のね、2週目ぐらいからかな、9月の10日ぐらいから多分、はい、だから遅い方なんですよね。そうですね、それは北部はそうなりますよ、ね、ああ確かに、はい、あ、ユタ州はちょっと南の方なんで、うん、というか、はい、ユタ州は5月25日で終わるんです大体、はい、あ、そんな早いんですか。それで8月25日ぐらいで始まって、でカリフォルニアはもっと6月10日ぐらいから、はい、でも8月に始めて、はい、その代わりですね、はい、あの長い休みが1週間とか休みが 2,3 箇所あるんですよ。あ、そうですね、スプリングブレイクとか、ね、うん、ウィンターブレイクありますね、クリスマスがちょっと長いとか、ね、はい、ありましたね、うん、じゃあそれでちょうどあれですね、もうじゃあ今頃あの韓国のあのね、基地の中にあるハイスクールとか、はい、ね、ジュニアハイとかもうやってないですかね。やってないですね。チャンスですねこれ。まあね、でもそれのために戦争をやるというわけじゃないんだけどね。6月に一応あの非戦闘員の退避訓練をやったんですよ、第2回目をね、はいはい、でそれ本番さながらの訓練で、本番さながらにみんないなくなっちゃったかなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、夏休みで自然といなくなればいなくなった、チャンスはチャンスですね、はい、あまあこれもね結構あのポイントがあってですね、あの、まあ、ブン・ザイトラことムン・ジェイン、はい、あのまあ、韓国の大統領なんですが、まあ、ぶっちゃけあれあの北朝鮮のスパイじゃないですか。だから、あ、そうなんですか。いや、まあスパイですよ、まあ、あんなほとんど、はい、まあ、親北の反日の反米ですからね基本は、はい、であのもしアメリカがその、まあ、戦闘を、ね、北朝鮮と開始する際に事前通告すると 100% 漏れますよね、はいはい、なので多分通告しないんでやるんじゃないかって言われてるんですよ。で通告しないでやっちゃうと、うん、そっか、だからあの別に通告する必要ないですもんね。うん、可能性は、まあ、ゼロじゃないと思うんですけど、まあ、通告しないでやるというか限りなく通告しないでやる感じで、はい、もうギリギリあと3秒で落ちますみたいな時に通告するかもしれないですけど、どうにもならない時に、でそれをやって、まあ、最悪韓国のアメリカ軍基地使えなくても別に今回航空作戦ばっかりで日本の基地使うからいいかみたいなのもちょっとなきにしもあらずというのと、はいはい、あともう一個、あの空母がですね、はい、湾岸戦争イラク戦争の時は5、6隻行ったんですけど、うんうん、今回は3隻ぐらいで行けるんじゃないかっていうのがあって、それは何でかっていうと在日米軍基地が日本にあるので、あ、はいはいはい、だから近いですよね。そうなん、近いからそんなに空母いらないんじゃないかっていう。だって今年の秋から全部岩国に移るじゃないですか。あ、厚木のね、はい、空母搭載の飛行機が、はい、関西機ですね、厚木から行く、あの岩国に移るんで、岩国側だからこの間トレノモンニュースで取り上げましたけど、はい、岩国は、彼ら基地と並んで、はいはい、飛行機の数があの多くなるんですって、ね、100機以上になるんだって。かつてね、あのちょうどあの湾岸戦争というかイラク戦争か、うん、イラク戦争の頃私藤沢に住んでまして、はい、ちょうどあれが始まった時厚木基地からね関西機がもうみんなその空母に飛ぶので、はいはいはい、普段はあのこう辻堂の方を飛ぶんですけれども、はい、そのちょっと慌ててたみたいで藤沢上空とかも結構飛んで、はいはい、わーって行ってましたね、はい、すっげえうるせえなと思ったら、はい、そうか戦争始まるんだと思って、はい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 、でそういうなんか動きでね、例えばその、はい、非戦闘員の退避とかが起こると、はい、戦争間近みたいなことがあのムン・ジェインにバレて、ではい、そこからあの北朝鮮にまたご中心行くんじゃないかみたいなのがあるので、うん、秘密裏に退避するんじゃないかと思ってたんで、あの夏休みで帰省って感じでみんないなくなるっていうのはありかなと今思ったんですよ。だからそれもなくはないんですよね。ああそれでもね、はい、秘密っていうのはねなかなか今は守れないんですね。まあそうですね。でトランプ政権の中に反トランプがいっぱいいらっしゃるわけですから、あーあのリークしてしまうんじゃないのかな。あ、え、誰ですか具体的には。
いやいやいや、もうあのですからアメリカの官僚は大体左寄りでしょ、ね、まあそうですね、だからリークだらけなんですよ。あのだからあの CNN の話を前しましたけども、はいはい、CNN があのチーフプロデューサーが言ってました、はい、あのトランプさんとロシアについて の、はい、その選挙絡み の、 あの疑惑、はい、これは何もないんですよ、はい、で何もないって、で少なくとも今は証拠が出てきてないけども、はい、出てきてないではないというふうに思っていいで す、 です、ね、あればリークされたでしょう。あーだからリークだらけなんですよ。なるほど、リークだらけだから、はい、リークされてないっていうのはないって意味だ。あ、アメリカにもじゃあ前川さんみたいな人がいっぱいいるってことですね。あ、いるいるいる、いっぱいいる、いっぱいいるんですよね。前川だらけと、はい、ホワイトハウスも前川だらけみたいな。だからそれに対してまたトランプさんはかなり不満を持っていて、たまにツイートをしてるんですけどね。なるほどね、うん、まあ、そうするとこう朝鮮半島情勢ね、これから夏にかけて結構緊迫していくと思うんですけれども。そうです ね、 ね、あの僕の友達の中にね、在日米軍がいっぱいいらっしゃるんですよ。あ、なので、はい、ちょっと戦争になってほしくないんですけど、はい、特に横須賀の友達が多いんですよ。あ、うん、もう行かなきゃいけないですね、彼ら、うん、そうなんですよね。あのイージス艦一つダメになったでしょ、うん、あ、代わりのものを持ってくるでしょうね。そうですね、はい、うん、アメリカ の、 あの駆逐艦というのは今全部イージス艦なんで、はいはい、日本ではイージス艦じゃない駆逐艦もあるんですけど、アメリカはもう駆逐艦といえば全部イージス艦ですから、はい、イージス艦がっつってもあれ、まあ、要は駆逐艦ですよね、はいはいはい、であれなんかあの下のところでドーンといっちゃって、はい、あれですよね、寝てるところやられちゃったんで、はい、そうです、亡くなっちゃったんですよね、はい、それかわいそうに、はい、あれもまだ真相がわからないんですよね、どっちが悪かったか。あ、まあ、その位置わかるでしょう。うん、だから北朝鮮問題、うん、あのね、はい、韓国とよくビジネスをやってるアメリカ人の友達がいるんですけどね、はい、北朝鮮大変ですねって言ったらね、はい、いやもうそれはねもう遅いんだよ、だから結局 ね、 ね、あそこがあの核兵器ができてしまってマネージすればいいだけなんだ、インドもパキスタンもそうだったでしょって、あ、もうそれしかないよって諦めてるんですよね。だから戦争も何もなく、もうそれはね、もう既成事実はもう出来上がってしまったもんだから、なるほど、ね、遅いんだと。あ、だから落ち着いて、はい、あの対応すればいいって、うーん、彼は言ってましたけど、なるほどね、まあ、確かにそういう考え方もあるかもしれないし、最終的にはそうなる可能性もなくはないと思うんだ、うん、ですけど認めたくないんですよね。極めてあのパラドキシカルなんですが、はい、あの戦争を起こさずに済む方法はですね、日本が、核弾頭付きの弾道ミサイルで核武装してしまうのが、まあ、戦争なしで済むでしょうね。核の抑止っていう点ではね、核戦力で均衡してしまえば向こうも撃てないので、まあ、そうすれば戦争なしにこのまま平和続くと思いますが、はい、まああのね、秋葉原の前に集まった30人 の、 あのちょっとお花畑みたいな人がみんな反対するでしょうけどね、はいはい、そうですよね僕は賛成できないですもうこれは唯一の方です、まあ、もしくは核、非核三原則をもう全部撤廃して、はい、アメリカの核を持ち込んで核シェアリングを本気でやる、はいはいはい、まあ、そういう手はありますね。これはいずれかですね、はい、でまあ、同じように韓国も核シェアリングするか、うんうんうん、まあ、ということですね。まあ、だから核シェアリングも本当に有効な核シェアリングをするってなると結構大変なんで、うん、まあ、アメリカも本腰入れて日本の、まあ、在日米軍基地守る気あんのかということを問われますけどね、うん、はい、まあ、でもまあ核シェアリングが一番現実的な道でしょうね。独自の核武装にこだわっているようなちょっと右翼の皆さんもいますけど、私はどうかなと思うんで、それは、はい、韓国にアメリカの核兵器は置いたんですかね。まあ、一応あると思いますけどね。で秘密でしょう、多分。どうなんでしょうね、うん、なんかね、引き上げたみたいなことを言ってるんですけど、僕はあるんじゃないのかなっていう気がするんですよ、まあ、少なくとも、潜水艦には。あ、そうですね、はい、で日本海のどこにいるか分かんないみたいな、まあ、というか太平洋にいるかもしれないし、はい、そうですそうですそうです。実質的にだからその核の傘の中にあるっていうことがまあ抑止力なんですけど、まあ、それもより明示的に、はい、まあ、非核三原則を撤廃してやることが、はい、実はその戦争よりは平和につながるという非常にパラドキシカルな現実を前にですね、果たしてどうするかですよね。アメリカによるのかな。この間韓国に行ったんですけどね、はい、あの印象としては、はい、至ってみんな落ち着いてるなという感じがしましたね。あ、戦争慣れしてますからね。全然もう緊張してなくて普通の街でしたね。あ、なるほどね。で北朝鮮の話をしてもね、はい、そんなに興味を持っていないみたいな感じでしたね。
一般の市民。お花畑なんですかね、これね。なんかそんな感じ、なんでしょう、麻痺してしまったんでしょうか、ね、そうなんです、あのね、日本は平和ボケで、向こうは戦争麻痺らしいんですよ。でしょうね。はい、もう北は来るぞ、来るぞ、来るぞってずっと言われてここまで来てるので、はい、それが日常になっちゃってるらしいんですよね。はいはいはい、でもね、お互いの軍隊、あの北の軍隊はね、はい、通常兵器の戦いになるとね、もう惨敗すると思うんですよね。はい、全然もう、ダメなんですよ、はい。それで韓国の兵隊っていうのは、はい、まあプライドはあるだろうけれども、はい、大体一人息子ばっかりなんでね。あ、なんかね、話によるとね、はい、危険なところに送るときお母さんに電話して許可をもらうんですって。本当ですかそれ。なんかそれね、あの町で、あの伝説かもしれない都市伝説、分かんないけどねまあでも差もありなんて感じですね、うん、でも一人息子の、軍隊なんで、まあでもそういえば中国もそうです、そうです、チャイナもそうです、はい、中国もそうなんですね、一人っ子軍隊ですね、どっちもね、うん、いやこれ本当にだから、まあその日本が核武装のリスクを取れば平和は続くかもしれないし、まあ取らないんだったら、まあアメリカこれね、まあ通常兵器および、まあ、場合によってはあの地下貫通核爆弾使っての攻撃みたいなことに、あのどっちか二択になっちゃうんじゃないですかこれ。核武装するかどうかちょっと後に回しておいて、はい、今すぐにやる必要ないけど、はい、まずは憲法を改正しましょう。ああそうですね、ここ書いてあるんですけどね、はい、憲法改正、まあ確かに今回改正しましたね。あ、今回ね、18歳の子供たちが投票できるようにしたという、はい、これも実質的な憲法改正ですね。憲法改正です、ね、憲法学的には憲法改正になるそうです。あの憲法学ですよ、ちゃんとした憲法解釈学じゃなくてね、憲法解釈神学じゃなくて本当の憲法学でいくと、はい、統治機構の重大な変更というのは憲法改正としてカウントしていいということで、はいはいはい、もう日本はもう何回も憲法改正してますね。もう改正してます ね小選挙区比例代表制にしたりとか、はい、18歳選挙権、もう最低でもこの選挙制度だけで2回改正してて、あの大選挙区から小選挙にしたとか、ね、ですね、そうですね。ヨーロッパでは大体あの憲法改正が行われるときは大体統治機構の改正らしくて、はい、今日本でその法律でやっているようなことを憲法改正でやるわけですよね、はいはい、だからそういうちょっともう少しこう憲法っていうものを広い視点で見ると、すで、はい、に憲法改正は何度も行われているということですね。とりあえずそれはした方がいいんじゃないですか。うんですね、あの日本独自の抑止力を強めるためにもね、それが確かに必要だと思うんですよ、はい、核シェアリングするにしても多分憲法を改正しないといけないかもしれませんね、はい、もう歴史とした戦力ですからね。でしょうね、はい、だと思います、ね、はい、まあ、それは後に回しておいて、はい、とりあえず憲法第9条第2項をどうにかしないと。うんですね、はい、まあ、これからですね、いろいろこういう憲法論議も始まるので、ぜひね、こちらのケントさんの本ね、もうすでに4万部売れてますので、お買い求めいただけると、ね、本を宣伝して、本屋でね、平積みになってなかったらね、もう店長を呼んで、理由を問いただしてくださいということで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。